現在自身では3連勝中という佐藤グリコ、対する遠山翔太はおよそ2年ぶりのライズの舞台、現在4連敗中。遠山翔太は2018年2月立島挑むに勝って以来4年ぶりの勝利となるでしょうか。試合が始まりました。第2試合スーパーフライ級3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます一戦です。黒のトランクスが佐藤グリコ、白いトランクスが遠山翔太です。まずは相手を見ながらという両者。遠山はおよそ2年ぶりのライズの舞台、右を振っていく佐藤。佐藤が身長165センチ、そして遠山は172センチあります。結構身長差あるように感じますね。そうですね、こう見るとやはり遠山の方がリーチも長いように、そうですね、画面上は見えます。遠山選手の試合何試合か見させていただいたんですけど、まあ、全体的に攻撃のバランスめちゃくちゃ良くって、オフェンスは全然文句がのつけようがないというか、すごくバランス良くていい選手なんですけど、やっぱりパンツで攻め込まれてしまったりとかすると、ちょっとディフェンス力がまだちょっと、まあ、反省点とかいうかで結構負けてるなっていう印象があるので、まあ、今回そのディフェンスをどう克服してきたかちょっと注目したいなと思ってます。なるほど、佐藤グリコとしては近い距離で戦っていきたいか。対する遠山、いわゆる正統派ファイターという遠山です。しっかりとコンビネーションをこのように打ってきます。グリコ選手前手のフックがいいですね、はい、ちょっと惜しいけどでも後半入ってくるかもしれない。なるほど、ただやっぱり身長差あるんでもうちょっと見せたりとか、まあ、スピード重視で戦ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。結構正面立ってるんで、まあ、遠山選手の方が意外にやりやすいかもって思ってるかもしれないですね。そうですか、はい、ちょっと佐藤としては今コーナーを背負う形になりまして、もう少し動きをつけていきたいところか。もしかしたらグリコ選手ちょっとなんか思ったより遠いな、ちょっとやりづらいかもって思ってるかもしれないですね。あ、なるほど、こう立ってみないとわからない距離感というのもあるわけですからね。そうですね、もちろん、はい、はい、左を伸ばしていく佐藤。対する遠山、右の膝。このフックなど佐藤のがなかなかこう当たらない距離になっています。ただ、まあ、当たってはいるんですけどクリーンヒットまではいかないという、まあ、ちょっと惜しいですよね、はい、で遠山選手スウェーは結構うまいので、一発だと結構避けられちゃうんですよね。なので、まあ、3発4発で最後の一手を当てるみたいな、あ、このように今みたいな感覚の方がいいと思いますね、グリコ選手は。スリーフォーという形でパンチの連続攻撃、振りかぶってくる佐藤、つなげていきたい。さあ、ここで第1ラウンド終了です。両者ともにお互いの距離を見たような、そんな第1ラウンドになりました。まずはこの第1ラウンド振り返って、神田さんいかがですか。そうですね、はい、やっぱり遠山選手の攻撃のバランスの良さ、ジャブもしっかり伸びてますし、パンチからしっかりミドル、そして近い距離は膝までまとめられて、すごいバランスいいなと思いましたね。でグリコ選手後半のやっぱりパンチコンビネーション、ちょっと手数出してまとめるような動きがあるとやっぱ展開ガラッと変わるので、まあ、2ラウンド目もちょっと手数出してプラスローキックもグリコ選手すごくいいので、まあ、足効かせてもいいんじゃないかなとは思ってます。佐藤グリコは自身でもローキックは得意だと話します。さらにそのローキックからのパンチのコンビネーション、この辺りで勝ち上がってきた選手です。現在3連勝中佐藤グリコ、対する遠山翔太は自身4連敗中というこの2人。ここでローです。佐藤インロー、やはりローを中心に組み立ててくるか。前蹴りから右を振ってく、いいジャンプですね。遠山は距離を生かしながらという戦いになっています。対する佐藤が中に入ってコンビネーションを打ち切れるか。佐藤のインロー、
音は非常に響き渡っています。これがどのように効いてくるか。やっぱりちょっとやりづらそうですね、グリコ選手は距離感的に。ここは一気に富山が行く。今パンチグリコ選手見せて、パンチ行くよ行くよって見せかけて蹴ったりとかしてると思うんですけど、これ多分逆でもいいと思うんですよね。まあ、ローキックフェイントでパンチ、手数出したりとか、はい、で最後また足でまとめるような動きがあってもいいんじゃないかなと思うんですけど。布石の打ち方をいろいろパターンを組み替えてというところが大事になってくるかもしれません。そうですね、本当に富山選手バランスがいいというのと、はい、やっぱさっき言ったみたいに、スエ上手なんで、1、2発しか打たないとやっぱ全部避けられちゃうんで、多少まとめた方がいいですね。今のもスエ綺麗でしたね。左のジャブをしっかりと避けていきます。上村さんから話ありましたが、この富山選手 そのいわゆる防御のところ、非常にこう改善されてきたというような雰囲気もありますね。そうですね、なんか前回よりもだいぶ目が慣れてるというか、ボクシングもこう練習積んできたのかなっていう印象を受けますね。およそ2年ぶりのライズの舞台となっています、遠山翔太。うまい。これはスリップダウンではありません。さあ、いけいけ。佐藤としては自分のこの間合いに持っていけないような。やっぱこのジャブが、遠山選手のジャブがちょっと、ね、入りづらい、フックもそうですけど。ああ、ここで振ってきた。よく見るな、遠山。ああ、ジャブがよく伸びてきます。右ストレート、ここでダウンです。ちょっとスリップっぽかったですけど、はい、具体的にはダウン取られてもしょうがないかなって感じしますね。大山が1回目のダウンを奪いました。でも全然ダメージなさそうなんで。そうですね、表情から見るとあまり焦らず組み立てていければ。ここでコンビネーションを見せていく富山。あ、でもいい、しっかり避けて富山。富山選手としていく、めちゃくちゃいいな富山ラッパー。ここで富山ワンツー、富山が一気に叩きかけるか。フックからのストレート、ここで第2ラウンド終了しました。第2ラウンドの終了間際に遠山が一気に仕掛けていきました。このラウンドに一度ダウンを奪ったのは遠山です。上田さん、はい、この遠山のパンチが当たり始めました。いや、本当ですね、多分ジャブがいい感じに当たってて、はい、ジャブが当たると、その先も打ちやすいので、これですか。多分遠山選手は距離的にもやりやすいんだろうなと思いますね。でグリコ選手、さっき、ちょっと言ったみたいにスリップっぽくて悔しがってましたけど、距離的にあと正面立ってるのがあんまり良くないのかなと思いますね。もうちょっとステップ踏んだりとかフェイント入れたりとか、もうちょっと手数だったりスピード重視で動いてみるとまた展開変わると思いますね。身長165センチ、佐藤グリコ対して遠山翔太は172センチ。この辺りの身長の距離感というところが少し遠山に有利に働いているようには見えます。あとは佐藤がそこを修正して、この第3ラウンドどのようにギアを上げていくか。一度ダウンを奪っているのは遠山翔太です。でもグリコ選手ももうどんどん行くしかないので、はい、逆にその方がいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。遠山左のジャブもそうですが、右のストレートもぐっとこう伸びてくるんですね。そうなんですよね。早めにプレッシャーかけてきてるから、そう遠山、佐藤が追い込む。遠山選手はでも結構この 1,2 ラウンドでもう距離感バッチリ掴んでる感じはしますね。そうですか。あ、ここで佐藤が行った。ボディから上への打ち分け、入ってる。しかし再びジャブで距離感を取るのは遠山。さあ第3ラウンド2分を切って、佐藤のセコンドから行くしかないぞという声。ワンツーで一気に前に出る。グリコ選手ちょっと角度つけて、今みたいにかぶせのストレートの方が当たるのかもしれないですね。なるほど。あとはもうちょっと足、ね、ちょっと顔面に集中しすぎてるんで、ローキック攻めたいですよね。第2ラウンドの初めはちょっと散らすような形がありましたが、多分ダウン取られてちょっと焦ってるのかなっていう感じはするんですけど、グリコ選手5月の試合とかではローキックで KO したりとかしてるので、はい、足技使ってもいいんじゃないかなと思いますけど。
近づけ近づけ、あるいはステップといったところを使えるか佐藤グリコ。第3ラウンドは残り1分半を切りました。ダウンを一度奪っているのは遠山。ここは一気に佐藤が行かなければいけない時間帯になっています。あと1分、よく見ながらというところ、少し手数が減ってきているか。さあ残り1分を切りました。ナイスジャブ、遠山選手いいですね。前に出てくるところでしっかりとジャブを効かせていきます。いやでもなんかグリコ選手のもどかしさっていうか、やりにくさがすごい伝わってくるし、なんかこうやって自分が不利な時の試合って3分がめちゃくちゃ短いんですよね。そうなんですか。あっという間に終わっちゃうんで、ここをまあ悔い残さないように考えてほしいですね。佐藤グリコとしては少し追い込まれている形になっています。さあ一気に前に出られるか。遠山としてはその相手を見ながら、また左のジャブで距離を取る。そして一気にカウンターというところも可能性としてはあります。右ストレート、遠山で切った、本気の、そしてストレート倒れるか。佐藤前に出ようとする。遠山選手めっちゃいいな本当に。遠山左のジャブからストレート、バックアウト佐藤、しかしこれは当たらない。さあ残り時間ない。ここで試合終了。ナイスファイト、すごい。遠山選手めちゃくちゃ良かったです。パッチ最後の30秒によりこの面白さが詰まっていました。ジャブから相手の動きを見て右ストレート、そしてフックもよく伸びてますね。いや本当ですね、距離感バッチリだし、もうなんといってももう前手の使い方が本当にうまかったですね。はい、グリコ選手はなかなか前に入れなくて、あと一歩攻めきれなくて、すごいもどかしい試合だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これを機にまあ、また改善点あったと思うので、はい、しっかり克服して頑張ってほしいなと思いますね。第2ラウンドに一度ダウンを奪っているのは遠山翔太、右のストレートでこの佐藤グリコにからダウンを奪いました。遠山は実に2018年2月の試合から勝ちがありません。2018年2月立島挑むニックス以来、小川29対28、赤遠山、ジャッジ明也29対27、赤遠山、ジャッジ豊永30対28、赤遠山、以上3対0の判定をしました。判定3対0で遠山翔太が勝利を収めました。実に2018年2月立島挑むに勝って以来4年ぶりの勝利となりました。いやすごいですよね、4年勝ち星がないまま続けてこれるそのメンタルっていうのもすごいですし、はい、まあ、最後の試合で顎を、ね、折られてしまって、まあ、そこも本当にきつかったと思うんですけど、まあ、乗り越えてリングに上がったその遠山選手すごいなと思いますし、お疲れ様でしたっていう声をかけたいですね。